画面の前の皆様、こんにちは。メラビト Q でございます。本日はデッドバイデイライト、サバイバーの方プレイしていきたいと思います。今回は相手フレディですね。パークの方セルフケア、アフターケア、アドレナリン、デッドハードとなっております。リーダー、リーダーがありますね。よいしょ。で、破滅がキラーあって、ちょっとここに破滅のトーテムがあるのかなって思ったら、なんか私追われてそう。追われてはいないか。まあまあまあ、トーテム探すのもいいんだけど、ちょっと時間がね無駄なので回していきましょう。あ、フックを折ってたんだ。フックを折ってたから、なんだなんだというわけで、多分フレディがこっちに来たんでしょうね。向こう行ったフレディが。まあ破滅がとりあえず確定であって、なんだろうね、あとフレディだったらバベチリずさんとかで、破滅壊れた時の保険用にイタチも持ってきているかもしれないね。まずは回してしまって、このクローデット治療してですね、アフターケア使っていきたいと思います。あそこつかない、コールタワー2回つかないこと見ると、まあ多分あっちもあれなのかな、あっちでチェイスしてんのかな。で、小屋の反対側に1個発電機があったんだけど、今回地下が固有側にあると思うので、向こうの方を回していきたいですね。ただこれちょっと破滅壊したいな。やっぱそうだよね、地下そこだよね。ナイス。今回スネア型ですね。通れちゃうんですね。ひとまず逃げよう。オッケー、これで二人と。流れたね。しっかりとね。はい。あそこ割らなくていいのかな。結構強いけど。あ、これ一発もらうな。もらわなかった。そうだよね、そこは割るべきだと思う。私も。まあここちゃ、二窓はちょっと私苦手なので、
ここ通りまして、小屋板もねがっつり使っていきたかったんだけども、危ねえ。小屋行ってもう小屋板も使っちゃいますか。よいしょ。あ、やばい。やべえ。あ、ちょっとごめんね。ちょっとクローゼット。すまんな。というわけでね、まあ、救助してもらえればアドレナリンが発動するといった寸法ですね。短い方回りたいんだよね、あの T 字ね。本当は短い方回れるのがいいんだけど、あんまそこでのチェイスにまだ慣れてないから。内なる力か、クローデット。まあまあまあ、割と時間は稼げたのかな、分からんけど、まあ、ちょうどチェイスデイリーがあったんでよかったんじゃない。ってことでね、2階がついてないのかな。うわー、待って待って、あなた、あなた、クローデット、あなた。私昨日も似たようなことメグにやられたんだけど。ノーワンだった。アドレナリンでノーワン。多分そこなんじゃないかな、さっきクエンティンが回してたところ。クエンティンが回してたところにあるかもしれない。通ってる。この距離間に合わんのでは。あそこにあるのがノーワンだったらワンチャン間に合うか。ナイス、救ってはもらえそうか。距離どうだ、距離、あ、いけるか。まっすぐ来たらいけますね。ありがて。追われてる？追ってきてんな。ありがて。多分クエンティも近くにいるから。お、ナイス。クエンティがクローデットを起こして我々ここで回復してクエンティの援護に迎えるようにしましょうか。オッケー、よいしょ。というわけでなんとかね全員脱出となります。いやー最後ね、お、これ一発でいけたの初めてかもしれないな。逃走出入り、よきよき。まあもう板すんごい沼倒ししたけど、まあまあ
終盤だったんでね、まあそれもありでしょうというわけで、今回はデイリーカルテージェフでね、結構がっつりチェイスしていきました。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。